2009年6月2010会計年度に向けての予算要求公聴会で霊明バス海軍長官の発言を聞く軍事委員会メンバーの面々。左からそれぞれジョリー・バーマン、カール・レビン、ジョン・マケインの各上院議員。アメリカ合衆国上院軍事委員会はアメリカ合衆国上院における常任委員会の一つである。上院の委員会でも 外交委員会などと並ぶ最も影響力の大きな委員会の一つとされている。合衆国憲法及び連邦法の規定により国防について討論し観察することを第一の任務としている。国防政策に関する事柄の包括的な調査及び評価を行い、各年度の国防受験法に基づき兵器装備に費やされる支出、兵士の待遇、 その他の国防に関する多くの問題など、軍事技術の研究開発から人事制度まで国防に関する所持を担当し、陸軍省、海軍省、空軍省を含む国防総省を観察している。上院軍事委員会は1946年の立法不再編法によって設置された。同時に1816年設置の海軍委員会及び陸軍委員会は、 軍事委員会に吸収され消滅した。以下の表は2021年3月18日時点の連邦議会上院公式サイトの委員会メンバーリストの情報に基づく。以下の表は2021年3月18日時点の連邦議会上院公式サイトの省委員会メンバーリストの情報に基づく。以下の表は 連邦議会上院公式サイトの上院委員会の歴代委員長リストの情報に基づく陸軍委員会は1947年に海軍委員会と合併し軍事委員会となった。海軍委員会は1947年に陸軍委員会と合併し軍事委員会となった。ありがとうございます。